殺戦性 vs サエキクスをイるまし最終決戦は、松井ゆうすすむと、麻生周一による日本の読み切り漫画作品。本校では続編である、殺戦性 vs サエキクスをイるまし最終決戦2及び、作中で描かれて、実際に商品化された歌詞、イルマンジュについても記述する。松井と麻生が共に、埼玉県入るまし出身であることから実現した。 週刊少年ジャンプの連載作品である暗殺教室とサイキクソウのプサイナンのクロスオーバー作品。少年ジャンプネクスト2012オータムに、殺戦性 VS、サイキクソイルマシ最終決戦が掲載される。その後、続編として、少年ジャンプネクスト2013サマーに、殺戦性 VS、サイキクソイルマシ最終決戦2が掲載される。また、 作中に登場するイルマンジュも商品化が行われた。この作品をきっかけに、イルマ市長から松井のもとへ電話が来たり、市が実施するイルマ障害学習フェスティバルに松井と阿蘇のサイン展示が行われた。また、口術のイルマンジュが作られた。暗殺教室の作中では、いい組の文化祭に佐柄キクスおが客として訪れる。 サエキクソのプサイナン小説版一巻では、イルマンジューが再登場する。実写映画、サエキクソのプサイナンでは、文化祭の展示物として、暗殺教室の状況を再現したシーンがある。暗殺教室の主人公、殺先生を描いた、電車、殺先生 vs、サエキクソイルマシ最終決戦として、少年ジャンプネクスト2012オオータムに掲載された。単行本では、 暗殺教室2巻、佐伯くそのプサイ難4巻に収録。桜山展望台も登場する。この読み切りの反響は大きく、掲載後には作中に登場する架空の商品、イルマンジューを実在すると思った多くの読者が、イルマシに買いに来たり、問い合わせをしたという。その後、イルマンジューを作ってほしいとの多くの要望が、週刊少年ジャンプ編集部やイルマンに寄せられた。 イルマ市博物館イルマ市最終決戦の続編。撮戦性 VS サイキクスをイルマ市最終決戦2として、少年ジャンプネクスト2013サマーに掲載された。単行本では暗殺教室7巻、サイキクスをのくさい難6巻に収録。イルマ師匠イルマンジュは日本の歌詞。イルマ市などが2014年から限定発売しているマンジュ名前の由来は、 イルマと、まんじゅう。もともとは、殺戦性 VS、サ伯キクスをイルマ市最終決戦に登場する、架空のまんじゅうだった。サ伯キクスをのプサイナン小説版一巻でも描かれ、埼玉県やイルマ市を代表する、名産品という設定が付け加えられた。イルマンジゅう商品化の要望が多かったため、集営者、原作者、イルマ市、イルマ市観光協会が協力して、 イルマンジュの商品化が行われた。2015年12月、ジャンプフェスタやイルマ市で販売された。その後、イルマ市役所、イルマ市博物館などで販売が展開された。本物のイルマンジュは直径約4センチでやや緑色。生地にはさや山茶を混入し、中にあんこが入っている。一箱八個入りでイルマ市小入りの包装紙が使われている。 ありがとうございます。